横スクロールシューティングの老舗コナミが送る最新作は、あのパロディウスだの続編、その名もコナミのゲームに着々と出演し、もはやコナミの看板ペンギンの座を不動のものにして
したペンタロウ。ペンギンにしては実にしたたかな猛者中の猛者である。今回はステディがお花ちゃんを引き連れてさらなる快進撃を目指す、侮りがたしペンタロすべての鍵はこいつバリアが握っているのではないだろうか。
謎に満ち満ちた彼らだが、装備は極めて強力無比。こいつミサイル、こいつウェイ、こいつレーザー、こいつパワーといった安易なネーミングの割には闇雲に強い装備が揃っているぞ。一体何者なのか、何のために戦うのか、そしてどこから来てどこに行くのか、その答えを知る者はコナミ開発部にさえいないと言われている。ノーミスプレイ by こいつ。
爆笑ボス紹介エトセトラ。アンナ・パブロワ。キャッチャーステージのラストに立ちはだかるのは謎の海生命体メローラに取り憑かれたパンダのアンナちゃんである。高速回転しながら踊り狂うその姿は非常にラブリー。だが情けは無用。正義の名のもとにアンナちゃんを懲らしめちゃいましょう。猫潜水艦。パロディウスといえば忘れちゃならないのがこのキャラ、プリティラブリーな猫潜水艦。今回は親子で登場という大盤振る舞いだ。ニールとイライザ。と高み極まりない笑い声攻撃と海中からいきなり襲い来る尻尾攻撃に加え、ニールの泡攻撃のコンビネーションは圧巻。イライザの苦悶の声がとっても悩ましいけど、頬をあからめつつさっさと倒してしまおうんで。モアイ戦艦。前作パロディウスだって受けた雪辱を晴らすべく、あの巨大船が復讐に燃えて帰ってきた。巨大戦艦らしからぬトリッキーな動きでプレイヤーに襲いかかる。炎の海でタイマン勝負だ。もはや逃げ道はない怒涛の対決。果たして生き残るのはどっちだ。ヨシコとヨシオ。モアイステージのしんがりを務めるのはヨシコ&ヨシオのゴールデンモアイコンビだ。パワーアップしたヨシコの肺活量はもはや一般モアイの域をはるかに超えている。女の怨念は怖いぞ。食通大王ロボ1号。マンボのテーマに乗ってさっそうと登場するのはお菓子ステージの総元締めデコレーションコアの食通大王ロボ1号である。クリームレーザーの中でプレイヤーを閉じ込めて反射レーザーで攻撃してくるよ。なかなか手強い相手で見かけほど甘くはないのだ。クレイジーコア。高速ステージの大暴走の果てに待つのはひよこ県警の切り札、交通整理ロボのクレイジーコア。スパナやハンマー状のアームを振り回し暴走行為を力ずくで止めに来るぞ。弱点は本体中央の3色シグナル。これを壊されると交通整理ができなくなるのだ。頑張って完全破壊しましょう。カプセル怪獣カプチーノ。SD ステージの最後に出現するのはふにゃららかなボディに身を包んだカプセル怪獣カプチーノ。歓迎と言いつつ出現する割にはなかなか手厳しい攻撃を仕掛けてくるよ。大量に放出するパワーカプセルの中に巧みにルーレットカプセルや鉄球を織り交ぜてプレイヤーを苦しめるのだ。かぐや姫。月面の竹取り家の奥の間に鎮座をわしますのがウサギ軍団のカリスマかぐや姫である。春は曙、夏は夜などと枕の創始の名文句とともにウサギレーザーで攻撃してくるのだ。わかりません。チチビンタリカ。ミス神戸チチビンタリカとしてパロディウスだに登場した彼女だが、極パロではさらにグレードアップ。もはや神の域にまで達していると言われている。ゴージャスな2画面分の巨大さで襲い来る彼女の前に我々の抗う術はあるのであろうか。タコのエイコ。ディスコステージの奥底に潜み過去の栄光を隠し持つといわれる伝説のタコ、それがタコの栄光である。手には樹里線を持ち高飛車な態度でプレイヤーに悪態をついてくる。こういう勘違いをしているタコは遠慮はいらん。存分にお仕置きしてあげましょう。
フレージのみ可能な白ベルを使っての漫才モード、気鋭の新人コントパロデュースだけど、3種類しかネタがないんじゃこの業界でやっていくのはちょっと難しそうだね。
ください。これを機に今後さらにより良い極パロライフをお送りできるよう祈っております。解説は甲田真理子でした。